GIF アニメーションはグラフィックスインターチェンジフォーマットのマルチイメージを使ったアニメーション。アニメーション GIF とも言う。マルチイメージは GIF87A で導入された機能で複数のフレームを順に表示できる。GIF89R では待ち時間が指定できるようになった。GIF の使用は色数の制約や過去のサブマリン特許問題などから減りつつあるが、 主要な代替規格であるアニメーション PNG はウェブブラウザの対応がまだ途上であり JPEG にはアニメーション機能そのものがないため多くの環境で対応している GIF アニメーションは2010年現在でも広く使われている基本的に動画ファイルではなく画像ファイルの拡張なので動作やサポート状況は画像ファイルに順次これが長所にも短所にもなる また、GIF 共通の長所、短所もある。制作者と閲覧者双方にとっての勘弁さが最大の長所である。様々な理由から大規模な動画には向かない。GIF アニメーションの代替手段としてはなどがある。ありがとうございます。